最近ミュージック最近 TV を撮るはい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。皆さん、ランチパック知ってますか？あの四角いパンね、よく売ってるじゃないですか。今日はそのランチパックを使ってじゃじゃん、激うまフレンチトースト作ります。いいレシピを見つけたんですよ。うまくできるかな。材料はこちら。それでは早速作りますよ。材料を混ぜましょう。はい、あと混ぜます。よし、OK。はい、まあランチパックは何でもいいんですけど、合いそうなやつを用意しました。そしたらランチパックを液につけます。ほい、まあ2個いっちゃいますか。ほい、はい、これで5分ほどつけます。よーし、5分ぐらい経ったのであげましょう。やった、おお、すでに美味しそうだ。はい、お次は定番のピーナッツいきましょう。やった、ピーナッツピーナッツ。はい、それじゃあ焼きます。ここでファイヤー。じゃあ焼きましょう。ほい、よし、まあ弱火でじっくり焦げないように焼きましょう。うわー、いい香りがしてきた。いい香りだ。そろそろいいんじゃないですかね。あ、いい感じっぽいね、これは。よし、ひっくり返そう。ほい、うわー、最高。これ最高のやつですよ。うわー、来てるね。これ最高だね。はい、もう OK です。もういいでしょう。よーし、はい、これでランチパックでフレンチトーストの完成です。それでは温かいうちに実食タイムといきますか。中はこうホイップとかちょっととろけてる感じですね。美味しそう。いただきます。うん、あ、うん、最高。これは美味しい。これね、また今回来ました。お店出せます。中身がね、結構甘いので甘すぎになるかなと思ったんですけど、まあ、こうつける液をね、あんまり砂糖とか入れないで蜂蜜をちょろっと入れただけなのでちょうどいいんですよ。小倉がまた合うんですね、これが。うん、さあ次ピーナッツいきましょう。僕の大好きなピーナッツ。うん、中のピーナッツがとろっと溶けてて美味しそうですね。うん、うん、非常に両方とも美味しかったです。で、まあこれ僕の予想なんですけれど、中身が甘いやつは多分大体合うと思います。これはまあランチパックっていうとね、いっぱい種類があると思うんですけど、まあお惣菜系はどうかなっていう感じですね。もしかしたら合うやつもあるかもしれません。ツナマヨとかハムチーズは合うんじゃないですか。今日やった2つはおすすめです。間違いなく美味しい。いやー、これ朝食べたいですよね。ちょっと甘いのこう食べてね、元気出していきたいですよね。皆さんもぜひ一度お試しあれ。はい、ズバリ結果は後からついてくる。これです。これ僕ね、昔からこういつも考えてることなんですけれど、今すぐ結果を求めるんじゃなくて、結果を出すためには今やるべきことは何なのか、それを考えて今実行するんですよ、やるべきことを。でそれをずっと繰り返していれば、気づいた時にはあ、結果が出たねってなるんじゃないかなと思って僕はいつも過ごしています。まあなんかこう信念を持って取り組んでいくと、まあいい人生になるんじゃないかなと思っています。皆さんの座右の銘は何ですか？それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time!
セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンの Twitter、 動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。